だいたい毎日のように、こういう道を歩いているんですけれども、こういうふうに歩いていた時に、なんか背中の方でポトッとなんか落ちたんですよ。落ちて背中に入ったんですよね。してその時はすぐT シャツ1枚で歩いていたもんで、暑かったんですよその日。そして背中になんか雲かなんかが落ちたのかなと思って、T シャツをこうバフバフバフって刺したら虫が落ちるかなと思って、まあ落ちたと思ってたんですよね。地面に落ちたと思ってそのまましといたんですよ。そしてそれを忘れてたんですよね。そういうことがあったこと自体。そして3日後にですね、なんか背中がね痛いような痒いような、気がして、ちょっと、背中を孫の手で描いたんですよ。孫の手で描いたらなんか背中でカリッっていう感じがするんですよね。それでなんかこれはおかしいというんで、うちの女房に、背中どうなってるって言って見たら、なんか太い毛が2本生えてるとかなんとかあって、毛抜きで抜いてくれてって言ったら、抜いたらなんかね動いたって言うんですよ。うちのがびっくりしたんですよ。じゃあそれちょっと写真撮ってくれということで写真撮ったんですけれども、まあ、よく写ってないんですけど、それがこれですね。よく見えないですけれども、ある程度、虫を取ってもらったんですけど、なんかねまず黒いのが奥の方に見えるということで、それはまあ毛抜きじゃ無理だということで、毎日風呂に入って、背中も洗ってるんですけれども、それでも全く死なないというか、私の背中の中で生きてたんですね。ちょっと不思議なんですけども、まあ先生に聞いたらそういうもんだって言ってましたけども、体の中に入り込んで、十分生活できるというか、そういう、まあ、ダニの仲間だと思いますけども、そういう、虫だということでした。次の日皮膚科へ行って、見てもらったんですよ。そしたらこれはまあ、ダニの一種がおそらく入り込んでんだろうということで、一部でも残っているとそこから雑菌が繁殖して、大変なことになる場合があるということで、すぐ麻酔かけて、手術で取り除かなければいけないということになりました。いやー、ケイソウはやっぱし危険だなとつくづく思いました。まあ最低ですね、帽子もね、キャップじゃなくてハットがいいですね。ハットタイプの帽子、そこで木の上から落ちてきたような虫を、避けられますんで、ハットと、やっぱ長袖のシャツがいいかもしれないですね。去年の6月なんですけれども、ちょうど今頃ですね、やっぱしこういう山道を朝歩いていたら、右の耳に、虫が飛んできて入り込んでしまったんですよ。それでね、どうやっても取れないんですよ。うちに帰って耳かきで取ろうかなと思ったけども、かなり奥の方まで入っていて、バサ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 羽を動かしてるんですよ。それがねものすごいね気持ち悪いというか、その羽を動かしているのがすごい気持ち悪いんですよ。会員同時に、間に合うように早めに行って、そしてその時は耳にねアルコールかな、よくわかんないですけども、その液を、右の耳に、横になって、針のない注射器みたいなので、入れてもらったんですよ。そうするとね、それ前ずっと動いてたんだけども、3分ぐらいして全然動かなくなって、先生が
死んだんでこれじゃあ抜いてみましょうなんて、長いあの 細くて長いピンセットで抜いてそれ見せてくれたんですけども、先生もちょっとびっくりしたぐらいの大きさの、蜂のような形をした、虫だったんですけども、まあ、蜂ではなかったんですね。蜂ならもう少し危なかったかもしれないですけども、してそれを取り出してもらって、大きさは本当にね足長鉢ぐらいありましたね、それでもう全然楽になって、それからしばらくでも、薬もらって、もしかしたら、なんか良くないものが、それもまあ雑菌かもしれないですけども残ってるかもしれないんでということで、耳に刺す薬をもらってそれを、4、5日刺してましたがね、その後は全然もう快適なんですけども、そんなこともありましたね。なかなかね山は危険がありますね、多いですね。